どうもみなさんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、4月の22日ということで、とうとうですね、T ポイントと V ポイントがね、一緒になって、青い V ポイントがですね、開始になりました。ということで、本日はですね、このね、新しい V ポイントになってですね、ID 連携、こちらをね、実演解説で、ね、していきたいのと、またね、キャンペーンがですね、いくつかね、打たれておりますので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。 はい。ということで、約ね、8600万回のね、この新しい V ポイント等々ね、指導になりました。今回ね、もう ID 連携ね、することができるようになっておりますし、またね、このキャンペーン打たれておりまして、え利用していただくとね、非常にお得にね、利用することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、参考にしていただいて、利用ね、していただければなと思います。ということで、早速ね、内容入っていきたいなと思います。 それではこちらがね、公式サイトになっておりまして、t が v になって帰ってきた vv 誕生祭ということで、v ポイントが vv 貯まるお得な期間限定キャンペーンということで打たれております。まずね、一番最初に、このね、あの v ポイントのアプリなんですけども、こちらね、 t ポイントのアプリをアップデートしていただくと、こちらにね、切り替わるっていう風になりますんで、皆さんね、t ポイントのアプリ入ってると思うんですけども、アップデートしていただくと、こちらがね、青い V ポイントに切り替わります。で、こちらのね、キャンペーンなんですけども、えチャンスは毎日ガチャをまた回して当たるということで、これだけね、あの、アプリでね、参戦していただくキャンペーンになりますんで、 こちらちょっと後で見たいと思うんですけども、これだけね、アプリで利用していただきます。で、下ですね、お店で T カード、モバイル V カードで V ポイントを貯めると毎日当たるということで、こちらね、えー、漏れなく1ポイント、または抽選で1万名様に1万ポイントがね、当たるということで、アプリなら、えー、抽選口数2倍。 t カードなら抽選口数1倍ということで、こちらね、公式サイトがこっちになっておりまして、お買い物するために毎日当たる最大1000ポイントということで、ちょっと私はもうエントリーしてしまいましたけれども、皆さんね、エントリーしといていただければ、もしかしたらですね、最大ね、1000ポイント当たるかもしれませんのでね、ぜひエントリーしといて、 ください。で、次に、三井住友カードの入会キャンペーンですね。こちらもね、新しくなっておりまして、V ポイント、VV 貯めるなら、決済でもダブルで貯まる三井住友カードということで、えナンバーレスとえ、こちらはオリーブフレキシュルベイですね。えまあ、どちらでもですね、こういった入会キャンペーンが利用することができます。最大23,100円相当がもらえるということで、まず入会だけで500ポイントですね。 で、プラスして、スマホ決済、タッチ決済で3回のご利用で最大1万円分プレゼントということで、これがこちらですね。これも新しくね、4月22日、本日からね、開始になっておりますけども、スマートタッチプラン、増量キャンペーン、新規入会、スマホのタッチ決済ご利用で、最大1万円分プレゼントということで、ナンバーレスは5000円、ゴールドは7000円、プラチナプリファード1万円。 いいですね。プラチナプリファードね、ずっと新規入会キャンペーンやってますんで、普通の入会キャンペーンが40万円で4万ポイントで、これで1万円分。 で、またね、紹介制度もありますんでね、それを入れたら結構いいマイルス数稼げますんで、まあ個人的にはですね、三井住友プラチナプリファードね、非常にお勧めなんで、こちらでもいいですね。で、このキャンペーンに関しては、対象期間中にカード入会し、入会1ヶ月を待つまでに、スマホのビザタッチ決済、マスタータッチ決済を3回以上ご利用いただくと、最大1万円分の V ポイントペイギフトをプレゼントしますということで、 え、プラチナカードだったら1万ゴールド7000、一般が5000円っていう感じですね。で、こちらはいつも通りですね。あの、以下のい,いずれかに頭の場合は対象となりませんということで、2020年3月31日に弊社が指定するカードをお持ちの方に、2021年2月1日以降に新規で弊社の指定するカードを発行した方ということで、指定カードはね、こちらになって、 おります。まあ、ですので、今までね、あの、発行された方はね、あの、プロパカードね、対象外になると思いますけれども、今までね、発行されてない方はですね、こちらのキャンペーンも利用することができるっていう感じですね。 で、今回のキャンペーンですね。最大1万ポイントということで、えー、申し込み期間が4月の22日から6月30日、発行期間が申し込み後1ヶ月後待つまで。で、えー、対象カードが、まあ先ほど言った通りね、一般が5000、ゴールドが7000、プラチナが1万ですね。で、条件ですね。以下の条件を満たした本会員の方ということで、新規入会した方、カード発行1ヶ月までに新規入会したカードで、スマホのビザタッチ決済、マスターカードタッチ決済3回以上で、 えー、OK っていうところですね。すごいですね。金額の指定なし。うわ、これはすごいですね。ですので、これから発行される方はね、プラチェラプリファードとかもね、コンビニとかでね、ジュース3回買うだけで1万円もらえるってことですよね。これはすごいですね。まあ、スマホのタッチ決済がね、えー、対象っていうふうになっておりますんで、まあ、この点だけね、注意していただければなぁと思うんですけども、3回タッチ決済しただけで1万円分ってすごいですね。 はい。ま、あこういったね、キャンペーンが打たれておりますんで、これからね、三井住友カード、特にね、このプラチナプリファードとかね、まだ、えー、5%関係ね、10万円積み立てできますんでね、ぜひこちらね、おすすめですね。で、次ですね、こちらは、えー、ID を連携するとということで、ID がね、えっ、ー、と、三井住友カードの方はこちら、えー、銀行の方はこちら、SMBC コンシューマーファイナンスの方はこちらみたいですね。一応ね、こちらも後でね、あの、実際にやっていきたいなと思いますので、ちょっとね、キャンペーン先に行っちゃいたいと、 思います。それでは次ですね、対象のお店でということで、ちょっとコンビニはね、入ってないんですけども、えー、こちらのね、はま寿司とか、スケアとかね、あの、三井住友カードのね、あの対象点7%のお店ありますよね。こちらの一部のお店が10%ポイント還元が きております、えー、モバイル v カードを提示していただいてスマホのタッチ決済利用で、えー、10%ポイント還元がね受けられるキャンペーンっていう風になりますでキャンペーンのね、えー、期間なんですけれども4月の21日本日から6月の30日対象カードは三井住友カードのプロパカードが対象になっておりますで条件ですねまずエントリーをしてくださいこちらがねポチっとやっていただいて あ、公式サイトはね、すべて概要欄に載せておきますんで、そちらからね、あの、チェックしてください。で、条件にですね、V パス、または V ポイントペイアプリから i d 連携を行ってください。で、対象店舗にて、モバイル V カードを提示の上、対象カードで設定した Apple Pay もしくは Google Pay の Visa Touch、MasterCard Touch ーー決済のご利用が対象っていう感じですね。ですので、スマホでカードを出して、スマホのタッチ決済で会計していただくと10、10%還元が 取れるっていう風になりますんで、両方ととも、ね、あのモバイルじゃないといけないいいいけのので、ね、この点ご注意くださいで V ポイントカード、昔の T カードですね。提示は対象となりませんということで、モバイル V カードがね、提示が対象っていう風になりますんでね。その他 ID、ID カード差し込み、V ポイントペイアプリの支払いは対象外。セルフレジ、ApplePay ボタンを選択された場合は、ID 支払いとなるため、クレジットカードをお選びください。GooglePay ではマスターカードタッチ決済はできません。 えー、まあ、こういったね、感じになっておりますので、まあ、対象店はですね、残念ながらね、コンビニが入ってないね、飲食店だけにはなっているわけなんですけども、スき屋が入ってるのがね、いいですよね。 はい。私はもう何買かあって好き屋があったら好き屋食べようみたいなね <laughs> え感じで利用させていた,だきましいただいておりますけれども、好き屋が入ってるのはね、いいですよね。で、利用方法ね、下に記載がありますんで、心配な方はね、こちら見といてください。それでは次ですね。えー、ビザ使えるお店で V ポイントペイア,アプリを新規ダウンロード &ID 連携でもらえるご利用額10%還元ということで、こちらのキャンペーンが こちらですね、V ポイント誕生 V ポイントペイアプリ体験キャンペーンということで、新 V ポイント誕生 V ポイントペイアプリのご利用金額10%還元ということで、上限500円分でね、キャンペーンが来ております。キャンペーン内容なんですけれども、まず期間ですね、4月の22日から6月30日、対象者は V ポイントペイアプリ新規ダウンロードと ID 連携した方で条件ですね、まず一つ目が V ポイントペイアプリ新規ダウンロード、V ポイント QT カード番号と SMBC グループ の id 連携で、すねで3つ目。V ポイントペアプリををを起動しバーコーコドを表示されることを確認 vpoint アプリでビザタッチを行う。これで10%還元ですね。V ポイントペアアプリでブザタッチ決済なんでね。これもね、注意が必要ですね。この V ポイントペアアプリってもともと V ポイントアプリなんですけども、Apple Pay にね、入れることができて、そこでね、ID 決済だったりね、ビザタッチが利用することができるんですけども、ビザタッチ決済が条件という風になりますんで、ID で払わない。 注意してくださいここにね、記載がありますけれども、ID でのご利用は、決済対象となりません。オンラインの対象、えー、決済も対象となりませんということで、このね、アプリはね、あの、カード番号とかもね、出せますんで、それもね、対象外っていう風になります。で、またね、V ポイントペアアプリ上でバーコードが表示されない方は、キャンペーン対象となりませんということで、これね、ちょっとね、お見せしたいところなんですけども、これね、まだ私ね、 あの、アップデートがね、できなさそうなんですよね。したけどね、あの、バーコードで出なかったので、ちょっとまだ利用できないのかなはい。っていう感じですので、これはね、ちょっと、ごじ、皆さんね、各自でやっていただきたいなと思うんですけども、こちらもね、注意が必要ですね。で、特典です。ご利用金額の10%アプリ、残高をプレゼントということで、10%、500円が上限の10%なんで、5000までの利用で500円のね、 え、残高が、え、もらえるっていうところですね。まあ、このビザタッチね、今結構いろんなところで利用することができますし、まあ、コンビニとかでもね、利用することができますんで、お店でね、困ることはないと思うんですけども、5000利用していただければ500円ね、残高で帰ってくるっていうとこですね。付与は2024年7月末までに付与という感じになります。 それでは次です。青と黄色の V ポイント祭り、当選者合計40万名、抽選で300名に5万円相当が当たるということで、こちらもね、キャンペーンが来ております。キャンペーンの内容なんですけども、4月の22日から6月の30日までやっているキャンペーンっていうふうになりまして、で、得点ですね。各期間で V ポイントが当たるということで、えー、と期間が こちらですね。4月の22日から5月の31日。期間2が6月1日から6月30日当たるという感じですね。エントリーはここからね、ポチッとやっちゃってください。で、得点1ですね。条件1に両方を達成した方が得点1の対象となります。さらに条件3を達成すると当選チャンス10倍っていう感じですね。 で、当選人数は、えー、1等が5万ポイント300名、各期間150名、えー、2等が1000ポイント3000名、各期間1500名ですね。で、3等が100ポイント40万名、各20万名ということで、まあ、これだったらちょっとね、100ポイントは当たりそうですね。でと、えー、得点2ですね、ダブルチャンスということで、条件1と4、両方を達成した方が得点2の対象となりますということで、5万ポイントが 800名に当たるんですね。すごいですね。でえ、条件です。条件1、2、両方達成した方が得点1の対象となります。条件1と4、両方達成した方が得点2の対象となります。 特典 1>, 1を対象、有無にかわらず、特典2は対象となりますということで、かなりややこしいことが書いてありますけれども、まず、えっ、ー、と、この特典1ですね、こっちですね。条件1、2を達成すると、この特典1のね、キャンペーンが対象になるということで、まず条件1です、えー。対象カードでエントリー。これはいいですね、エントリーするだけ。で、えー、2つ目ですね、条件2。キャンペーン期間中に対象カードで各期間合計1万円以上の 利用ですね。エントリーした期間からのご利用が対象となります。一度エントリーしていただくと、以後自動的に各抽選を実施しますので、複数回エントリーしていただく必要はございませんということで、この4月の22日から5月の31日に1万円以上の利用ですね。で、期間に6月1日から6月30日に1万円以上の利用をしていただきます。この2つが、 えー、条件1、2っていう風になりますんで、エントリーして1万円使っていただくと、こちらのキャンペーンはね、対象になるという感じですね。で、条件3ですね。えー、以下の条件で得点1の、えー、当選チャンス10倍ということで、このキャンペーンの当選倍率がこの条件3を利用すると、10倍に上がるという感じですね。条件1の達成に加え、各対象点でのご利用ですね。 ですので、1万円この2つの期間で使って、このお店で利用していただく。こちらは利用金額は特にないんですかね。はい。ですので、ガスト、バーミヤン、シャビオ、ジョナサン、えー、ユアン、その他スカイグループ飲食店、スキア、浜寿司、ココフス、ドトールコーヒー、エクセシオールカフェ、こちらで利用していただく感じです。そうすると、 当選チャンスが10倍になるという感じですね。まあ、これはね、そんなに難しくなさそうですね。ステーキガスと勝吉とかね、対象外転もありますんでね。この点はご注意ください。で、次に、条件4ですね。さらに以下の条件達成でダブルチャンス。条件1の達成に加え、これですね、条件1はね。各期間に1万円の利用ですね。それとエントリー。でそれに加え、キャンペーン期間中に1万円以上の分割払い、リボ払い、2回払いによるご利用。 で、マイペースリボ会員は、1回払いが自動払い、自動的にリボ払いになり、リボ払いになった利用はキャンペーン対象、ボーナス払いは単勝となりませんって記載がありますね。で、これね、注意事項になると、マイペースリボにご利用中の会員様はリボ払い、ご利用分も対象となります。ただし、1回払いとなった場合は対象となりませんということで、1回払いとなった場合は対象とならないっていうふうになりますんで、 じゃあ、これは、繰り上げ返済はダメなのかな前回のね、あの、細かい話でやったね、あの、マイペースリブを使って、ね、利用していただくと、6万円で2000円のキャッシュバックね、ありますよね。あれは、繰り上げ返済してもキャンペーン対象って言われたんですよね。ですので、これもいけそうな気がするんですけどもね。一応、これはね、この記載があるんでね、もう一回問い合わせに、ね、したいと思うんですけども、今電話は繋がんないんでね、ちょっとまたあの、 回答ね、あの、固定コメントね、あの、取れましたらね、記載しておきますので、この点はね、覚えておいてください。 で、特典の付与時期ですね。特典1の当選チャンスは最大2回当選された方は下記の日程で付与いたしますということで、まず特典1の方はご利用期間が5月31日のものに関しては、6月中旬に抽選が行われて下旬に付与。6月分の利用分に関しては7月中旬に抽選。下旬にね、付与されるっていうところですね。で、特典2の方は抽選時期は7月の中旬。特典付与は7月の下旬をね、予定しているという感じですね。 で、対象カードは V ポイントが貯まるカードがね、対象ということで、ANA とかのカードも大丈夫ですね。はい、対象外にね ANA カードも入っておりませんので、ANA カードとかね、ソラシドウエアとかね、そういった V ポイントが貯まるポイントであれば、キャンペーン対象っていう感じですね。 はい、こういった感じになりますね。それでは次です。えー、新ポイント誕生 ID 連携キャンペーンということで、今回ね、あの、ID 連携でもね、キャンペーンが来ているということで、まあ、皆さんにね、連携してくださいっていうところですよね。まず、えー、キャンペーンの内容ですね。4月の22日から6月30日。条件は V パスまたは V ポイントペイアプリからの ID 連携を行っていただきます。こちらはね、ちょっと後でやってみますのでね、それ通りやっていただければなぁと。 思います。で、得点です。えー、抽選で10万名に V ポイント付与しますということで、オリーブユーザーはクレジットカード付きは、えー、当選確率10倍ということで、私はね、当選確率10倍ってことですかね。はい。で、1等が10万ポイント。100名。すごいですね。1000ポイントが900名。100ポイントが9万9000名。すごい。めちゃくちゃいいですね。で、得点の付与時期は、えー、2028月末頃をね、予定しているという感じですね。 ということで、実際ね、ID 連携やっていきたいなと思います。一応ね、あの、利用方法みたいなね、こちらにも記載がありますので、こちらが v ポイ v パスからですね、アプリからですね。こちらが v ポイントペ Pay アプリからということで、まあ私はこのままね、VPAS でやっていきたいなと思います。で、こちらですね、v ポイントペ Pay アプリからと v パスということで、私は、ね、v パスの Web からね、このままやっていきたいなと思います。ではまずね、ログインしていきます。 今ね、ログインしてみたんですけども、今ね、できないっぽいですね。ログインするとね、本当はこの下の部分のね、こういったのが出るみたいなんですけども、今ね、V ポイントが統合中みたいな感じでね、出てしまいますので、ちょっとね、こちらに画面切り替えて、ちょっと V パスアプリでできるかちょっとやってみたいと思います。ちょっともしかしたらまだできないかもしれないですね。では、V パスアプリを開きます。 あやっぱり今ダメですね。システム中のため表示できませんって出ちゃいますね。本当はここの、えっと、V パスの下の方にですね、ID 連携がね、出てくるはずなんですけども、こっちもダメそうですね。ってことは V ポイントペイアプリからも一応できるみたいですけども、 いや、こっちはできな、あ、こっちもシステムメンテナンス中ですね。でですね、ちょっとね、今、実際にね、お見せすることができませんので、まあ、こちらね、VPASS のえウェブアプリになるわけなんですけども、ウェブであれば、こちらお手続きですね。で、アプリであれば、V ポイントをダブルで貯める。こちらをね、クリックしていただいて、まあ、画面通りね、やっていただければ、えできるかなという感じでえ、ID がね、連携完了するとですね、このね、v p a s のアプリの、 えー、この下の方にね、t ポイント、まあ、新しい v ポイントが表示されて、えー、モバイルカードを開くっていうね、ところが出るようになるみたいですので、まあ、こちらになれば、えー、ID 連携完了っていう感じですね。まあ、こちらのページもね、概要欄に貼っておきますので、ちょっとね、実際にお見せしたかったんですけども、今、メンテナンス中でね、できないみたいですので、まあ、皆さんもね、ちょっとこの動画見てね、すぐやったらできないかもしれないので、ちょっとね、時間を空けて、えー、利用ね、してみていただければなと思います。 では、ね、ちょっとこちらに、ね、画面切り替えさせていただいて T ポイントのアプリを、ね、開いていただくと。 今もうね、アップデートするとね、V ポイントに切り替わっておりますんで、こちらね、開いてください。そうするとね、アプリで毎日チャレンジ1億人に最大100万ポイントってのがありますよね。こちらだけアプリでね、あの、利用していただくキャンペーンっていう風になりますんで、ウェブでね、利用することできませんので、えー、V ポイントのね、アプリ、まあ前のね、T ポイントのアプリね、アップデートしていただいて、こちらがね、ポチポチやっていただければ、キャンペーンね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。えー毎日 アプリで毎日チャレンジ1億人に最大100万ポイント当たるみたいなんでね。はい、こちらもね。 ぜひ、え、利用していただければなと思います。ということで、とうとうですね、T ポイントと V ポイントが一緒になって、青い V ポイントね、誕生いたしましたね。今のところですね、ポイント交換ルートにですね、大きな変動はね、発表されておりませんので、ま、あこのままね、利用することができればね、非常にありがたいわけなんですけども、今後ね、もしかしたら変わってきてしまうかもしれないんですけども、ま、あ今現時点ではね、そういったことはね、ありませんので、またね、 あの、情報がございましたら、ね、せいそ、こう出したいなと思いますので、そちらもね、ぜひチェックしていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。で、LINE 公式アカウント限定動画でね、出させていただいたあのカードなんですけども、なんとね、申し込み殺到により、4月29日で、このね、こちらのね、LINE 公式アカウント限定の方、 今日のキャンペーンはね終了ね発表されてしまいましたのでぜひねまだ見られてない方はですねチェックねしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ